グランドブレイキングの BMS をビビさんに遊んでもらおう。はい、グランドブレイキングスタッフの、フォールです。そしてはい、デザイン担当のビビです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらはですね、4月にリリース予定のグランドブレイキングの新作アルバム BOF16 コンピレーションアルバムを盛り上げるべく、グランドブレイキングスタッフ我々がですね、体当たりはそんなしてない気もするけれども、まあ、体当たりで制作する連続動画企画グログ.tv の第3回になります。何をするかという話なんですけれども、この動画を見ている方は、まあ、おそらくはグランドブレイキングのアルバムを、まあ、一度は聞いたことがある方だと思うんですけれども、グランドブレイキングのアルバムはですね、もともとは BMS という音楽ゲームの楽曲を収録したアルバムになっております。で、はい、そもそも BMS とは何なんでしょうということなんですけれども、説明しよう。 BMS とはパソコンで遊べる音楽ゲームの名称である。リズムに合わせてキーをタイミングよく押すことができれば、正しく音楽が演奏でき高得点になるというルールだ。 BMS の特徴の一つは、ゲームで遊ぶことのできる楽曲データを誰でも自由に制作公開することができるということだ。ゲームプレイヤーは様々なクリエイターの楽曲データをダウンロードして遊ぶことができるぞ。ちなみに BMS を遊ぶためのゲーム本体も楽曲データも全て無料だ。 BMS コミュニティではよく有志によってイベントが開催されているのも特徴だ。 BMS イベントでは多数の BMS クリエイターが共通のルールやテーマに沿った制作を行う。例えばグランドブレイキングがフィーチャーしている The BMS of Fighters、 通称 BOF という BMS イベントは毎年行われている最大規模の BMS イベントだ。 BOF はチーム制のバトルイベントなのだが、2020年はなんと480を超える作品が公開されている。ハイペースに作品が供給され、新しい音楽クリエイターとの出会いが、それが BMS の世界だ。なわけで、まあ、BMS とグランドブレイキングっていうのは、まあ、非常につながりがある世界なんですけれども、グランドブレイキングは聞いたことあるんですけれども、 BMS はあんまり遊んだことがないとか、よく知らないとか、昔はやってたけど最近はやってないなとか、まあ、そういう方も少なからずいると思うんですね。で、なんか噂によるとビビさんもそんなにやってない一応グランドブレイキングには携わって10年以上ですけど、はい、ゲームを遊ぶっていうことはパスしてきてました。なるほど、はい、グランドブレイキングとしては BMS を、まあ、音楽としても楽しんでもらおうっていう側面がある一方で、音楽としてグランドブレイキングを楽しんできた方々にも BMS の方を楽しんでももらいたいなと。この動画ではビビさんに、まあ、最近の BMS どうなってんのと、はい、どうやって遊ぶのというところをちょっと説明しながらですね、そういう方々の参考になればなと。まあ、一応その説明しておくと、はい、完全な初心者では多分ないんですけど、はいはい、もう多分忘れてるっていうか指の動きとか、はい、なんかその辺が、まあ、自転車1回乗ったら乗れるようになったら忘れないのと同じように、はい、もう指の動きも思い出せるかどうかっていうのを今日ちょっと実際になるほどというあたりに注目してやっていきましょう。グラブグというわけでですね、まあ、こちらのグランドブレイキングのサイトなんですけれども、収録曲の情報からですね、 BMS がダウンロードできる BOF の会場までリンクが貼ってあります。はい、はい、そちらから BMS をダウンロードしましょう。ビビさん、何をダウンロードしますか？はい、こちらの楽曲にしたいと思います。ドクロウさんのフラッシュバック、はい、オリジナル BMS と書いてあるんですけど、はい、クリックして、はい、でダウンロードのダウンロード始まりました。回線がクソなので2分ぐらいかかりそうです。あ、ダウンロード終わりました。じゃあ早速ちょっと回答しましょう。はい、回答できました。ここにポンと、はい、これだけだとまだ
遊べません。プレイするためのゲーム本体が必要になります。はい、というわけで、ビートラジアの公式サイトの方に移動してきました。 Windows の方は、この一番上のそのリンクからダウンロードしていただけると結構簡単にプレイすることができるようになっております。 Mac の方は、その下の方ですね、はい、こちらの方からダウンロードするという感じになっていますね、はい。うん、ここはさすがに早送りした方がいいですね。終わりました、回答します。これを回答が終わったようです。はい、Windows の方はですね、ここで .exe の実行ファイルがあるんでそれで起動できるんですけど、 Mac の場合だとドットコマンド、はい、これをダブルクリックするとダウンロードしたアプリケーションの実行許可、これエラーが起きて JavaFX を入れる、ここに入れなければドットコマンドのファイルをテキストエディターで4行目にあたるコードをテキストをコピーしてここに貼り付ける、ここ、はい、こう入れなきゃいけないですね。なるほど、クリックすると、はい、起動しましたね。ちょっと紆余曲折ありましたが、ビートラジャーが起動しまして、はい、まあ、設定画面ですねが開きました、はい、リソースタブだったかな、はい、PNS パスっていう、まあ、白い四角があると思うんですけれども、はい、そこにですねこいつを、はい、フォルダーに入れた状態の、はい、状態で、はい、はい、あ、いけました。そしたらもろもろ準備が整ったのでどうしよう、はいはい、はい、起動しました。お、なんか音楽が聞こえます。はいエンターを押して、はい、先ほどのフラッシュバックが2つ入ってますけど、その数字がまあ難易度ですね。あ、はい、まあ、2の方が簡単になっています。はい、はいはい、じゃあ2をやります。じゃあやってみましょうか。ここでビートラジャのプレイ画面について説明しよう。ここがゲームのメイン、ノーツが降ってくるレーンだ。上から降ってくるこのノーツがこのラインにぴったり合わさるタイミングで対応するキーを押そう。画面上のレーンとキーボードの対応はこうなっているぞ。このエリアは BGA と呼ばれる、プレイを華やかに彩る映像が映し出される。得点はここに表示される。そしてここがクリアゲージ。うまくプレイしているとゲージが右にどんどん溜まっていくが、失敗すると減ってしまう。曲が終わった時にゲージが赤い部分まで達していればクリアだ。いきます。はい、はい、ポチ。はい、あ、なんかタイトルが出て、あ、もう押せますね。なんかプリーズウェイト、はい、まあロード中ですね。あ、はい、はい、まあスペック次第ですね、そこは。聞きました。早い早い。あ、早い早いな。だいぶ早いです。グダブグ、プレイオプションかな。プレイオプション、はい、はい、初心者の方だと、まずそのレーンカバーっていうところのチェックを多分外した方がいいと思います。はい、右上のノーツ表示時間、まあ、例えば1000とかにすると多分さっきの2分の1の入りの好みでって感じですね。はい、はい、じゃあ改めてコンセプトで起動してみましょうか。はいはい、じゃあもう一度挑戦し直してみましょう。はい、フラッシュバックにレベル2、はい、じゃあ改めて、はい、いや、これも本番ですね。これでミスったらダメです。これで、まあ、ちゃんと適切な速さになってたら、はい、はい、もうあとはもうビビさんの実力という。いやー、震えますね、手が。
お、あ、でもまあまあいける。もっと遅くてもよかったですかね。そうですね、お、タイミング、はい、お、こう、お、いいですね、できてますね。うまい。で、まあすでにお気づきの方はいると思いますが、グランドブレイキングバンドは異なる楽曲が流れてるんじゃないかと。さあ、同時押しが同時押しが降ってきておりますね。ドラムベースのリズムが難しい。さあ、けどちゃんとコンボも結構ちゃんとつながっててできてますよ。よし、優秀ですか。まあまあ、その 10年のブランクというのはどれくらいかというのがわからないですけれども、ちゃんとできてますね。お、終わった？まだですよ。まだ。油断できないですね。ちなみに、まあ、豆知識として言うと、その、あの、今、一番左に、あの、緑の四角が点滅してるかもですけども、これが一番下まで降りると終わりですね。はい、なるほど。だ今まだ、まあ、3分の2ぐらいまで終わったんですかね。はい。自分で曲を弾いてるような気分になるっていう。そうですね、まさに。あの、結構最近の音ゲーって、あ、なんか難所が来てますね。最近大丈夫です。結構最近の音ゲーは、あの、自分音楽に合わせてなんかこう鈴の音とかが鳴ったりみたいなのが多いんですけど、 EMS は本当に、あの、自分が演奏するっていう感じで、お、フルコンボですよ。おー、これは素晴らしい。ブランクを感じさせない。おー、ちゃんとできましたね。できましたね。というわけで、まあこんな感じでですね、遊ぶことができますので、うん、ぜひともですね、あの、 BMS あんまりプレイしてないよという方も、この動画を参考にプレイしていただければいいかなと思います。はい。はい。はい、いいですね。いいですね。これで遊び放題。さてですね、冒頭でも言いましたように、グランドブレイキングは4月に新作がリリースされるんですけれども、ここでですね、収録予定の楽曲を一部情報を公開したいと思います。今年の、グランドブレイキングに収録される予定の楽曲は、こちら、贅沢するまで抱きしめて、K 岩田さん、それからエンチャッティッドラブリニアリングさん、こちらの2曲が収録予定になっております。お、今回、まあ、動画のテーマ的には、あの、グランドブレイキングの BMS で遊んでみようというテーマでやっておりましたんで、はい、まあ、ちょっと締めにこちらの2作品をまたビビさんに、はい、まあこんな感じの楽曲が入りますよという紹介も兼ねて、ちょっとプレイしていただきましょうか。はい、はい、え、これちなみに、はい、こう BMS ってちゃんとこううまく押さないと、はい、こう曲として成立しないんですよね。まあそうですね、それが、それはめちゃくちゃ責任重大。どっちから やります？うーん、簡単な方から。これから行きましょうか。じゃあ全体的な方からやりましょう。早速いきます。はい、いきます。はい、ちなみにビビさんはこれは曲は多分選曲の時とかに聞いたのかな。聞いてないですね。聞いてないか。
映像を見ると撮るんですよね。まあ映像を見てる余裕があるかという問題があるんですけれども。頑張って。おっとなかなか容赦ないですね。なんか10年ぶりの繋がらないミサ。でも結構できてますよ。BMS は、まあ、曲もさることながら、まあ、結構映像も話題になってましたもんね。カオスの極まりない作者ご本人が実写で出演されているという作品になっています。頑張って大丈夫ですよ。まだちゃんとクリアゲージはちゃんと尺になってます、ね、これクリアゲージがなくなったらガシャンです。あ、まあそういうモードもありますけど、これは大丈夫です。そういうのじゃないです。なるほど、はい。さて、こちら、まあ、BMS の解説をお話しいたしますとですね、まあ、K 岩田さんがの作品ですけど、まあ、ボーカルの方ご本人がやっておりまして、非常に映像を含めて強く印象に残る中毒性の高い BMS 作品になってるんじゃないかなと思います。はい、私もあの結構会場に高い得点をつけた記憶があります。はい、すごいインパクトでしたね。さあ頑張って今日できてますよちょっと。クリアですね。なんとか、あ、B ランク。まあ、結構、なんでしょうね、タイミングがなかなか合わなかったみたいでしたけど。いや、やっぱ初めて聞く曲は、確かにそうです。掴みづらいけど、はい、これを覚えて、はい、その曲の後半になっていくに従って、はい、こう、打てるようになるって感じですね。なるほど、そうですね。はい、うん、まあ初見ですからね。そう初見。はい、じゃあもう一曲もやりますか。はい、じゃあ今さっき5をやったので、はい、あ、9をチャレンジしますか。やってみましょう。できそうだと、さっきやった感じだとできそうだと多分。ちょっとこの差がどのくらいか分かんないけど、やってみましょう。じゃあやってみましょう。はい。はい。いきます。はい。ドン。はい。エンチャッテッドラブ。さあ。なんか、うわって、うわってもう言っちゃってますけど。あ、けど、全然、うわ、あ、あ、大丈夫か。大丈夫なんでしょうか。さてこちらの作品はですね、リニアリンクさんの、まあ、非常に何て言えばいいんでしょう、綺麗なと言えばいいんでしょうか。すごい難しいです。まあなんか リズムが独特な、あ、そうですね、まあいわゆるフューチャーベースと呼ばれるようなタイプですね。おっとおっと、結構な物量が降ってきております。あ、無理ですねこれ。頑張って。あー、ゲージがもう。こちらはまあフューチャーベースと呼ばれるようなジャンルの音楽かなと思うんですけれども、まあジャンルが、あ、ジャンルじゃないや、リズムが、まあビビさんも感じられておられたように、まあちょっと特殊な部分は、まあ、確かにありますね。で、まあ、こちらもやっぱり映像含めて結構話題になっている作品かなと。はい、非常にこのなんていうんでしょう、感触系でまとめた爽やかなというか、爽やかにキュートな映像がついてますね。
さ、曲調としては割と落ち着いてる方だとは思うんですが全然落ち着いてないけど、けどゲージはもう戻ってますね。あ、よかったさあ、このまま終わりですかね。あ、これははいちょっと難しかったです。まあクリアはしてます。あ、Dランク。残念な感じですね。これあれと同じですね。あの、はい、カレー屋さんに行って、はい、その辛さを選べるじゃないですか。はいはいはい、辛さ、はいはい、無理のない辛さを選んだ方が幸せになれるっていうやつです。なるほど。自分の技量に合ったランクを選んだ方が多分楽しめると思います。はい、はいはい、そういうわけでですね、まあ、グランドブレイキングの BMS で遊んでみようという企画でございましたけれども、はい、どうでしたか、総括してリリーさん久々にやってみて。いや、まあ、どうしても比較になっちゃうんですけど、10年前とはなんか違いますね。はい、今回あのプレイした曲だけなのかもしれないですけど、はい、なんか昔よりリズムの取り方が難しいというか、なんか昔はなんか普通に4拍子でパンパンパンって押していけばなんとかなったみたいなのがあって、まあうん、もちろんそれだけじゃないですけど、なんかこう工夫がすごい工夫されてる、キーの配置もそうですし、曲自体も、うん、ちょっとこう乗り方が全然昔と違うなっていう印象が。なるほど、それは確かにあるかもしれないですね、うん、いやもうなんか新しい世界が広がってるというかあの全然まあ自分みたいに何年かぶりにやるっていう人もいると思うんですけど、はい、全然違いますよ。すごい楽しめました。短いたったこれだけなんか自分の好みの曲を見つけてこうそれをやり込んでいくっていう楽しさがあると思うんで、うん、いいですね、はい、そうですね、はい、じゃあ第4回の予告をしますと、はい、おそらくはトーク企画になると言われております、うん、楽しみにしていてください、はい、というわけで、まあ、面白かったらですね、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いしますという YouTuber しぐさをちょっとお願いしていただいて終わりたいと思います。ちょっとぎこちないかな。はい、というわけで、グランドブレイキングの BMS をビビさんに遊んでもらおうのコーナーでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、楽しかったです。